ジム・モリソン・ジェームス・ワラン・ジム・モリソンは1930年代に多くの記録を残したスコットランドのパイロットである。スコットランドのグラスゴーで生まれた。18歳でイギリス空軍の最も若い将校となり、22歳でセントラルフライングスクールの最も若い操縦教官となった。予備役になって民間航空に発展に専念し、 1928年から1929年の間は南オーストラリア飛行クラブの教官を務め、その後やペニンシュラー航空やオーストラリアナショナル航空のパイロットとなった。パイロットとしての名声を得るために数々の記録飛行を行った。1931年7月から8月にオーストラリアからイギリスまでを8日間と1 9時間で飛行し、 1932年3月にはイギリスから南アフリカまでを4日17時間で飛行した。1932年に有名な女性パイロット、エミー・ジョンソンと出会い、出会った8時間後にプロポーズし1932年7月に結婚した。1932年8月18日、アイルランドのダブリンのポート・マードックからカナダのニューブランズウィック州。 ペンフィールドまでの大西洋横断単独飛行を行い、1933年には3日と13時間でイギリスからアフリカを経由してブラジルまでの南大西洋単独横断飛行を行った。1933年7月22日に妻と世界一周飛行を企ててウェールズを出発するがアメリカのコネティカットに着陸するときに事故を起こし、 夫妻は負傷し、世界一周飛行の達成はできなかった。1934年10月には、イギリスからオーストラリアまでの航空レース、マック・ロバート・ソンエアレースに、夫妻で参加し、彼らの蒸気、デハビラント DH-88 コメット、ブラックマジック号は、レースをバクダードまでリードしたが、アルラハバードで、航空用でない燃料を使ったためにエンジンを壊し、 リタイアした1938年には、夫妻は、モリソンの飲酒癖などが原因で離婚した。第二次世界大戦中は、航空輸送予備部隊で働き、1941年には、エミー・ジョンソンが航空機の輸送中に、事故死し、モリソンも、副操縦士として、アンソンで飛行中に、ドイツ空軍の戦闘機に襲われ、蒸気は被弾するが、乗員は負傷しなかった。 着陸後モリソンは紅茶がどこで飲めるかしか関心がなかったと伝えられている。戦後はロンドンで暮らし、1953年に飲酒癖が問題となり、パイロットライセンスを取り消された。1959年に没した。ありがとうございます。